5番のプレイヤーは発言してください,ださいなんか俺から始まるような気がしてましたはいじゃあ進行論言います落ち田さん、はい、スーチー、えー、ルーマースターのあれ通り絶対守ってくださいはい霊能者霊能者は絶対初日出てください絶対に初日に出てください霊能<ー>霊能ね理由、えー、としては、えー、ふ例えば2日目2日目出た時、えー、もしそれで狂人とか人外が出た場合って、えー、霊能が2人 出てきたばん盤面って決め打たないできないよね。だから初日出てほしい。プラス、えー、真の霊能が、えー、噛まれて、えー、人外が二日身乗っとるっていう危険もあるので絶対に初日に出てください。はい。もう一回言いますよ。えー、霊能は初日に絶対に出てください。はい。それそれが私の進行論です。はい。以上です。六番うん。なるほど。ほど発言してください。 はじめまして。よろしく。ということで、占い師をします。ランダムで1番が白。1番が白です。惜しかったー俺からが良かった <laughs> はい。まあ、5番さんの進行論は、霊能は絶対に出てください。いいと思いますよ。うん。結構、支点だとは思うけどね、その進行論って。うっとうしいもんね。えっと、ごちゃ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 やられても。まあ、たまにあるけどね。えっと、 真の霊の潜伏しててえ何、何確定でその人が真になるっていう状況が、明らかに人外全破たんみたいな。そういうのもたまに見るから、まあ潜伏っていいのかなって思うときもあるけど、やっぱ最初に出た方が普通に考察はできるからね。だからそれをえと真っ先に、あんま人外理のある進行論ではないと思ってるので、その進行論はいいと思う。 かなえー、まあいいやで1番さんが白でただ残念なのが、まあ、太鼓が出る出たらあれなんだけど出なかったらあれなんだけど出たらか自分っていうのは結局のところ太鼓の発後手に後手に回っちゃうからそこがあんまりメリットがないかなで狩人に関しては正直ねぶっちゃけ もし対抗の占い出て、対抗の占いが強そうだったら、潜伏でもいいかなって思ってる。うん。だって、黒が見つけれるのは俺だけだから。ただから、まあ、ちょっと勝てるなって判断したんだったら、自分のグレイチってのは狭めたいかなって思ってる。かな。<laughs> まあ、そんな感じです。2周目頑張ります。七番。んー、ヤーわかんないな、なんか。 しようないですと5番に関しては、え、なんかめっちゃ普通って思っちゃったな。<laughs> 例のてるら、確かに。なんか決め打ちとかってなるのかなって思ったら、<laughs> 初日出てってめっちゃ普通じゃんって思っちゃったから、あんまり印象は良くないかな。こういうのっていいのかな。6番に関しては、なんかね、ちょっとしんぽいような気もした。<laughs> 6番自身の進行論ちょっと聞きたかったなっていうところと、この後対抗が出てきたときに後手に回っちゃうからみたいなことを言ってたのって、 なんかね、すごい、シんだからこそ、その発言が出たのかなって思っちゃったかな。あの位置だ,この位置だと、<laughs> グレーセイさんに2周目、ね、何弱いんかな5番さんしかいないから、かまあちょっとなんか新っぽいなと思った。5番さんの進行論めっちゃ普通だった。8番のプレイいやー、俺ちょっと7白いと思うんですけど。ありがとうございます。うーん、直近の7番さんに関してはちょっと矛盾があったかなって思うけどね。7番さんは5番さんの進行論。 普通なんでしょうじゃあ6番さんが5番さんに対しての精査をどう思ったのかなって素直に思ったけどな、うん、6番シーンやったとき7番さんのローはあるかなって思った6番ロー軸のローやったときの5番さんローは薄いんじゃないって思ったけどねちょっと6番さんががっつり5番さんとラインつないでるかなって思ったから ただ別に5番さんの進行論って別に全然俺は村宮とは思わんかったけどね。霊能出てくださいって5番さんが狼オカやった時普通に霊能ローラーできるから5番さんの意見っていうのは別にどうンもあるんじゃないかなとは思ったけどね。まあ、グレーで怪しいのは7番さんかな。6番さんに関してはまあ別に特に信用者も偽似せもって感じです。以上。9番のプレイヤーは発言してください。<laughs> はーい、村人や特に c 用 o はございません。うん、そうですね。 5番さんが何ローラったらレイローラができるんですけど5番さんの進行論にレイロラもレの決め打ちっていう発言もなかったでしょだから別にそこに関してはなんか追い過ぎじゃねえかなっていう風に8番さんには感じた7番さんに関しては6番さんが新ぽいって言ってたけど6番さん俺なんだろうな黒要素っていう黒要素は正直拾いたいんだけどあー俺が1番で進行論を言いたかったなーっていうのはじゃああなたなりの進行論言えばいいんじゃないのっていう風に思った 進行論を言いたいのに5番さんの進行論素晴らしいよねって、え、どっちなんていうふうに思った、ね。自分の進行論あるなら言えばいいじゃんっていうふうには思ったんだけど、うん。っていうふうに6番さんが率直に言って黒要素ではないけど引っかかりましたね。で、7番さんは6番さんはそれなのにしんぽいって、俺、しんぽい要素は正直6番さんから今のところは聞こえなかった。8番さんが5番さんはそう見るしてもわかりません。1番のプレイヤーは発、発言してください。はい、1番です自分、形のまとり若干あぐらかきながら、えっと、 話をしのかなと思ってますえ追加ダメです。ダメだったらダメって言ってください。えっ、ー、と、自分、8番さんと同じように感じました。5番さんの進行論に関しては、普通、うん、だって出てきてって言って、釣り切りとも言ってないでしょ。どっちとも言えると思いました。はい。村でも人狼でも言えるような、えー、進行論かなって思いました。でそれに対して6番さんが、えー、と村っぽいって、どこら辺が村っぽかったのがあって、別に普通だった気がします。はい。 それにすり寄ったような感じなのがちょっとおかしいと思いました。だからといって、えっと、単純に6が偽だった場合に6五なんていうのはちょっと露骨すぎるというか進行論ごときでって思いましたかね。はい。そこに対して8番さんの天さん突っ込んだ。ん<ー>うん、わかりました。E、で例のだか,から俺は自分は8番が、えっと、若干村っぽく見えてしまっております。9番に関しては、えっと、だったら8番を殴ればいいと思ったのにもかかわらず、それがなんで、なんか俺8番、9番ってこと若干おかしかった気がしたんだよな。 あごめんなんかなんか,かんないけど、あのー、言ってることがおかしく思いました。はい。今のところ、そんなところです。追加することになかったですね。すいません。2週目、頑張ります。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、2番です。お願いします、まあ。5の発言に対して僕が思ったのは7番さんと一緒ですね。え、5そんなんでいいのって思いました。僕だったら、僕だったら、もう一週目。 あのー、役職全部伏せて、2週目チャットでドーンとかでも面白いかなと思いました、ね。その方が単純に、とみんなのこう、声色とか発言精査で進めていくから、狼さんちょっとビビるんじゃないかなとか思って、そういう進行論でもいいのかなと思ってたぐらいなんだけど、5番さんって霊能絶対出てきてくださいね。え、だけって思って。追加していいんですよね。うん、だから、まあ、この盤面だとあんまないかもしれないけど、うんと、相方が能で出てよっかなみたいなことを言ってた、 とすると、五番さんがあんまりはっきり霊能絶対出てきてね。で、かつ、うんと決め打ちとか言っちゃうと、五番さんが怪しまれるんじゃないかなみたいな。そういうのをビビったのかなって、それぐらいまで僕は思いましたけどね。なんか五番さんちょっと狼っぽいなと思ってて、七番さんはその反応は白いかなと思ってた。で、八九一は、ごめんなさい、みんな一緒で、うん、あんまり色が落ちなかったなって思ってます。 うん、5番さんの進行論別に普通じゃないのって、ふ、徳志村だからこそ、普通の進行論言うのって、なんだろう。僕はちょっとビビってるというか、隠れてるように見えてしまったから、うーん。なんか、891、なんかみんなそれぞれちょっと微妙に違うようなことは言ってたと思うんだけど、なんかみんな一色単に見えてしまった。7番さんが白く見えて、891はなんか一色単に見えてる。5番さんがちょっと黒く見えた。以上。3番。 のプレイヤーは発言してください,ださいすごいです。平和村ですねで。しかも4番さんが霊能なんでしょうね。霊能は絶対出るっていう進行論だから、潜伏はありえないから。うーん、5番さん、えとね、トップバッターになったら何を言うのかなと思って必死に考えてたけど、あんまり浮かばなかったね。あの、霊能を釣り切るのが楽しくないから特殊村をしようって言ってたから、面白いこと言うんだったら全伏せぐれらんかなと思ってたけど、まあ、5番さんは結構普通なこと言うんだと思っちゃったから。7番さんの反応は普通だったと思ってる。 8番さんが一番人外衆がするかな。8番さんって6番さんが2戦目に見えてて、5番さん普通のこと言ってて、7番さん、えっと、5と6ってどうしてそこらい見えないのみたいな発言だったから。8番が一番人外衆するかなと思ってる。で、平和村になってるから狼ってラインを切るのも結ぶのも自由だと思ってるから、あんまりライン精査って意味ないかなって思ってるかな。まあ現状は以上です。4番のプレイヤーは、 発言してくださいはい。自分占いでも霊能でもないんだよ。ちょっと引っかかったのが、3番さんが平和って言ったのが意味がわかんない。3番さん目線俺占いあったよね。だから俺の色見えてる3番さんが、人狼だったら俺の色見えてた俺が占い、あー、そうだよね。3番さんが人狼であったら、 俺の、俺が白だから俺が占いで出るってことはないから、俺ね、やっぱ引っかかってんだよな、3番さんが平和村って言ったのが。俺の占いを追わなかったのがちょっと気になるから、現状3番さんかな。俺8番さんはね、俺7番さん白く見えたの。俺5番さんが喋った、 内容、7番さんと印象同じ、ちょっとありきたりだなって思ったら変わったこと言うんじゃないかなと思ったから7番さん同じ視点を持ってたから2番さんも7番さん白く見てるから27俺白いと思ってて8強の9番がね釣りたいって言わなかったの誰怪しいとも言わなかったから俺3級人狼じゃないかなと現状見てるかな5番さんは 二週目の発言で、あの、色が落ちてくると思う。だから俺、三級人狼の八強で見てるかな。うん、三級人狼の八強。で、だからやっぱ俺三番さん、けど三番さん狼なら出てきそうな印象あるけど、うん、やっぱり俺の占い師を見なかったのがちょっと、 すごく気になってるから、現状3番さんから2週目で変わるかもしれない。5番のプレイヤーは発言してください。はい。えっ、ー、と、みんなに、えっ、ー、と、しょうもないやつやって言われてる5番です。はい。あの、もう、チキったって言われても,もうしょうがないと思います。面白いこと言えないんで、僕。あの、ごめんなさい。もう、みんな僕、叩かれてるんで。 もう正直ど、どこがオカっぽいとかわからないです。みんなに叩かれて、みんなに五番しょうもない、五番怪しい、ありきたりだ、えーっと、変なこと言わないようにしてる、潜めてる人狼さって言われてて、<laughs> 分からん、マジで。<laughs> どこが黒いとか。あで、3番さんね、あの言っとくけど、あの初日ね、初日って言ったから普通あの2週目もありやから。<laughs> <laughs> あのそこだけ覚えといてね <laughs> あの、こんなんやったら3号ラインとか言われてるんがかばってるって言われるんから、まあええか、それは。えっとねあ、6番さん、平和村になってよかったね。えー、っ8番さん、例の仕様でしょう。<laughs> そうか、でもあの発言だけやったらね、私め線ね、私めせはみんなに叩かれてるから <laughs>、ーロ級ーロ,ーローっていうのはちょっと見えんかったかなまずラインも何も見えない。ラインも何も見えない。 っていうのがだってみんな俺叩かれてるもん。ーんいやーういう困ったな。まあ自分が振りまいた種ですね、これ,これって。<laughs> あーなんか面白いこと言えばよかったんですけどし、ね、徳もらって <laughs> 難しいですね。向いてないなって思いました。ごめんなさい。あーどうしようかなー。うーん、もう一周発言聞いて俺。 トップバッターやから、もう一周発言聞いてみないと分からへんかな。うーん、どうなのみんな俺黒いって思ってるからな。<laughs> もう仕方ないか、それは。うーんもう一周発言聞いてみます。申し訳ないです。僕のせいです。うわ、釣り言わないね。のプレイヤーは発言してください,ださいはい、えっ、ー、とー、まさかの確定っていうね。 俺確定させると弱い方ね、マジで。粘なっちゃうからね。<laughs> で、進行論はね、もし 3CO になったら、グレーツロっていうのを言いたかったんだけど、まあそっか、いっか。で今日釣りたいなぁと思ってるのは、5番さんかなとは思ってんだけど、ほいで、カ人ドって出てもらっていいかな あのー、潜伏はされると、まあ、狩りがそうやってう俺は潜伏するんだっていうのであればいいですそれこそなおさら5番さんずりでいいですで気になってるのは4番さんえっと別に5番さんって1周目で必ずゼロっていう進行論じゃなかったから3番っていうのは3番視点ではもう 4が霊能だと思い込んでるから、あ、だから平和なんだっていう視点になると思うてるし、うん。で3球、まあ9はわかるけどね、正直。別に9釣りたいなーとも思ったけど、ちょっと5番さんがね、全く今のは村に見えなかったかなーって思うかな、正直。 いう感じですねどうしよっかなうまあ興味のないところ一番自分が白いと思ったところを占った方がいいね多分この感じだとまあ7に関しては2周目かな9番さんに関してはうんまあ別にそめっちゃ黒いってわけじゃないよそんなめっちゃ白いっていうのがなかったね7 これ一強だなあ当たっとるやないか。私、3、4白いと思うんだけど、3番さんはその今、6番が言ったけど、4番が霊能で出てくると思ってたんで1周目だと思っててね。だから、4番が霊能で出てくるなんって発言を残してからの平和村だった。で、4番に関しても、その1、3番を疑ってたけど、でもその1だったら出るよなってことは、4番も多分狼だったら出ると思うんだよね。で、5番さんは結構黒か硬いと思うな殴られてたって言ってたけど、みんな言ってることは結構違うから、そこからでも精査はできると思う。 結局、殴られすぎてて、どうしたらいいか分からなくなった人狼だと思ってるから、私と5からでいいと思うんだけど、で3、4、6みたいだから、2、級なんだって、2番がね、あなんだってな、あの時にに、ライン切りするかな、平和村が結構ちょっとびっくりだけど、2番がすごい5番叩いてたんだよ。あれ、5はなんか狼でビビってるみたいな。あれ言うぐらいだったら、占いで出て、まあ、5が黒軸になっちゃうけど、出たら出た方がいいと思うから。 号泣なんじゃないかなって思うんだけどね。私今日五番でいいと思う。うーん、あ、号泣、俺として同じやな。なるほど、把握もれか、俺の。三はそういうことか。 初日出てくださいって言ったのか。プレイヤー発言してください、うん、俺の釣りーとは3時点で二かな。五は強人臭いと思ったけど、素直に。うん、5番さん人道やったらちょっとかなり弱いかなと思ってるけどね。釣り位置も上げてないんですよ、結局。普通に釣られてる強人釣らりに来てる強人やと思うけど。ああ、なるほどね、うん。で、黒いなと思ったら3時点で二かな。3番さんに関しては熱動がちょっと。 やばすぎたかなって思った。俺別に6の芯がないなんて言ってへんし、5番さんが黒いなんて一言も言ってないし、狼目はあるよって言っただけやし、なんかめちゃくちゃ熱動されたような教が人んね3番さんに関しては。うん。俺6の芯,なん芯がないとは言ってない。だから 6, 6を老軸で追い出すけど、6、五はないよねって感じ。だから、6が芯やった時に7番さんのローはあるよって言っただけやからね。7番さんって5番さんの進行論が別に普通やろって思ってんのに、6番さんが5番さんに対して、<coughs> えっとヘイトヘイトっていうかえー、とヘイトじゃないの村っぽい信号路なっになって言ったことに対して拾ってないのにああ7番さんが番さんに進歩いってめちゃくちゃ上げてるんですよ。7番6番さんが死ンやったら7番さんのローって似てくるんでしょ。それを言っただけなんなけど3番さんが僕に対してバリバリ熱度を入れてきて <coughs> 俺を人外として見るって言った3番さんはかなり黒いと思ってるよね。2番さんに関しては567精査入れて891が どこいどこいの意味がわからんかなって思ったけど、一番発言伸ばしてる891なんでって思ったんやけどな、だ素直に2番さんが黒いと思ったけどな、ななんで56何の色が落ちて891の色が落ちないんかなって素直に思いました。だから3時点で2かな。うんうん、5番さんはなんか興っぽくないと思ってけど、c 目に関しては。ってああ、まあ5、5強、うん、よりて ください。ただ負け筋作ってるだけですよ。一やろ六狩、うん、これ。な俺はツリーとしては三時点で二です。あ一狩かこれ。のプレイヤーは初級でこれ一狩かなまたこのやったね。いや俺はねどっちかっていうとまあ二番さんがその初級一色さんにしたっていうのはひっか,か,かった<ー>引っからポイントあったんだけど、四番さんの黒塗りっていうかそのなんだろうなまあ黒塗りだよね仕方がすごい雑に感じてもらかったんだよな。 正直俺も5番さんがあの霊能は絶対出てきてくれって言ってたの俺一周目だと思ったんだよ。俺はね、俺はそう思ってて3番がその思はどうかは知らないけど、だからこそ誰も霊能使用してこなかったから3目線は4が霊能だと思ったんじゃないのかなっていうふうに俺は単純にそう思ったんだよ。うん、4番さんはそういう思考はなかったのかな逆にっていうふうには思ったけど。 で、そこに対してすごい黒のりまで叩かれたから叩き返すわけじゃないけど、9番に関してもって言われて、結局それでなんだろう、どこを釣りたいか言わないとか言われたけど、五番さんが進行論を話して、6番ぐらいのぐらい7八が働話してる時点で、俺目線5番の色なんか落ちないし、進行論だけだったからね。で、7八に関しても、別にそんな釣り位置まで上げれるところじゃないと思うんで、ね、自分で言うのもなんだけど、俺は釣り位置を上げれる場所じゃないと思う。正直黒いと思ったら黒いって言うけど。 それでツリーチー上げないから黒いとか言われてもっていう反なんだよなと思って4番さんのその黒塗りの仕方が雑すぎて4が人間にしかちょっと見やうったん,ん電波があれかあららなんだ Wi-Fi かな うーん、多分5級人狼かなぁ。3は俺と同じで1周目って思ったんかなぁ。1番のプレイヤーは発言してください。59つられるなぁと思ってますね、今のところ。うーん、俺どっちかと近づく7の発言の方がおかしかったけどな。34の白要素って何 番面そしたら4番さんも白白きですかなんかそう思いましたよ。4番さん3番への殴りかちょっと俺的にはどうかと思いましたけど普通に考えて 1, しあの1日目必ず出てきてださいって言ったんで1周目別に潜伏ってのはあったと思うんですけどそれに対して4番さん3番さん殴ったのがちょっと俺は的にはおかしいと若干思いましたかね。はい。5番全員で、えー、初日から全員殴られてるってことでもう初日から何もうライン切りがあるってことですか 俺、ないと思いますよ。普通に。俺、8白いって言ったら、俺が、沼ってんのかなと思ったら、8レノできちゃったしね。普通に、だって、うん、初日、その盤面で6番さん殴ったとこから、俺は白いと思いましたけどね。はい。7かなわかんないけど、まだちょっと発言聞いてきますけど、俺、5釣りはないですよ。2も別に黒いと思ってません。あの、1周目のあの発言だけで、確かに8、9、1に関しては、そんなにね、そんなにこう、つけがたいと、自分の中で思ってましたよ。 まだ黒いかったらだって黒いと思ってません、2番さんに関しては。3番に関しても4番さんが霊能っていうのは、まあ、3番さん的には、まあ、別に白くも黒くも今のところ自分だけには思ってません。普通に4番さんが霊能で出てくる、1周目で出てくるっていうえっと進行だと勝手に勘違いしたのかって思ってます。 だから俺的には479でも9あれだったら黒すぎるんじゃねえかなって思ってますけどね79かならどっちかと797番さんが34白いって言ったのがよくわかんなかったです自分7番んちゃうかな5番はわかりません 2>, 2番のプレイヤーは発言してください 今日の投票先は5か3で迷ってます。5番の2週目の反応は、だって無駄っぽくはないかな、わかんないわかんないで、うん、他に触れたくないのかなって思っちゃいます。うん、1週目の進行論抜きにしても5番の2週目の反応は、ちょっと差がつきなさすぎるなって思ってるから5番、あと3番は、まあ、確かにみんなが言うように、うん、と3目線4が0のって思うのは、うん、そこはあの間違いではないけど、 それが狼要素ではないけど、そこが村要素ではないから、3番の発言は聞きたいかなと思ってる。で、4番さんの位置だったら、追加します。4番さんの位置だったら、やっぱ役出るんじゃないかなっていう、そこら辺は7番さんの考察と一緒ですね。4番さんがその位置だったら、うん占い、例の何かしらで出た方が純外だったら強いのかなって思うから、まあ、逆にっていうのはあるけど、あるけどシンプルに考えて4番さん出そうだなって思うから、うん。 今日は53の発言で精査していきたいかなと思ってます。で7番その個室結構いいと思ってんですけどね。5釣り。9番さんで5を外したのかなっていうのは気になるし、うんと4のうんと黒塗りが雑だから黒い。なんかそれもちょっと理由として薄いのかなと思うんですよね。黒塗りが雑だから黒いっていうのも僕はちょっとそれこそ雑だなって思っちゃうんですよ。 もうなんか全然あれですね。話進まないけど、うん。だそういうところで、正直なところ号泣、怪しく見てるけど、うん。これから発言する3番と5番さんの発言で精査していきたいと思ってます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。すみませんね。1周目で出るもんだと思ってたから、私目線は4番さんが霊能でしかないかなと思ってましたね。5番さんが必ず出てくださいっていう進行論だったから、まあまあまあ、それはそれでいいかな。 とね、7番さんが黒くないと思ってる。えっとね、4番さんがオオカミだった場合、例の CO だったり占い CO だったり、占い CO より例の CO の方が楽かなと思ってるから、100%ン取れるかなと思ってるから。だから4番さんがオオカミっぽくないと思ってるし、私は自分でオオカミじゃないと思ってるから、7番さんって村のところに村って言ってるから、オオカミ気がないと思ってる。だから7番さん白じゃないかなと思ってる。だから私目線、えっとね、4番さん白いと思ってるけど、4番さん若干気になってるのは、1周目の段階で8番さんって6番さんのことをぶん殴りに行ってるから、 八番さんって平和村を作ろうとしてる狼かなと思ったんだよね。私、人外集をするって言ったの。で、まあ、時点で狂人集がするかなとは思ったけど、本番んって八番さんのことは狂人置きして三級狼って言ってるから、本番んは狂人名は若干あるのかなとは思ってるかな。ぐらいかな。本番んに関しては。狼はないと思ってる。で、うんとね、5、9、2なんだけど、一番ライン的に見えるのは2級かなと思ってるかな。七番に関しては白置きかなと思ってる。 2、号はなさそうに見えたかな、あの発言だと。だから2郎いるんだったら、初日で狼釣られるのって多分きついだろうから、初日に狼が狼を釣りに行くってあんまりないと思うんだよね。だから2、級かなと思ってますね。どっちだろう ?9 番さんはね、後半の発言聞こえなかったんだよね。7まあ、2番さん、7番さんの考察がいいって言ってるから。 まあ9番さんからかなと思ってるかな。まあ現状は以上です。4番のプレイヤーは発言してくださいまずごめんなさい。3番さん、白くなったと思う。それはあの、占い師が言ったこと納得したわ。3番さんは初日から,うらあの霊能が出るものと思ってたってことは、当然俺、霊能と思ってたってことね。そうなると、 3番が狼だったら俺を霊能で見たなら占い対抗に出るはず。んだから3番白くなったかなと思ってて、5番さん2周目ちょっとふわふわしてたんで、んー俺狂人か人狼あると思うけど、俺人狼かな狂人だったら霊能に出ると思うな、うん。初日霊能出てくださいって言わないと思うから。 5は今日より狼から自分は5級人狼の1強で見てるあ5狩りないいとこから出たね太鼓いますかあーどっちだろう俺1強で見てたんよね7たたきが俺7番白いと思ったから1強だと思ったけど5もちょっとな いや、もうこれ9しかないね。9一本釣りだわ。えー、これどうするちょっと今頃だったらクロス越え提案させられないからね。あ、クロス越え必要あこれな。俺が指示してもいいんかな。5が。あ、どうしよう。 1>, 1が6へ、5が8へでいいんじゃない ?1 が、1が,1が6へ、5が8へでいこう。で、今日、9釣りでいこう。投票を始めてください。ありえん、こらじゃないべ。 9番のプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してください。いやいや、みんなめっちゃ流されるやん。なんで4にそんな流されんのおかしいでしょ。じゃあ俺のクローズってなんだよ、4番行ってみろよ。おかしすぎるでしょ。だから初日の段階で俺が釣リーチ上げないとか言ってたけど、無理だから。 あなたが白いと思ってる7番さんもあなたに似てるけどね。1号だったら確実に俺1、1号が真だと思うよ。4、強靭だと思うけどな、俺。てか、4の今の発言からなんで4に行けないのかなっていうふうに率直に村には思って五5がローなんじゃないのかな。1、真、5、ーだと思うけどな。だから今日5万には行けなかったんじゃないかな、4番はっていうふうに思ってる。4、強靭だと思う。4占い必要は俺はないと思う 4は強人だと思うな明日黒見つけられないなら4行った方がいいよクロス護衛は絶対にしてくださいクロス護衛は絶対にしてください、うん、俺は明日黒見つからないんだ4に行った方がいいと思いますうん1が仮りかなーこれ5番ってつられそうな位置で仮,仮使用してないから明らかにしてないよね だからグッチョブ起きるやろああ5番がか,かりだったら連出てくださいは言うわあっちゃおがしいんか エッジもちょっと今日っぽかったけどね。朝が来ました。したああ、よかった。俺占いやろ。のプレイヤーは、えー。ええ<何>、俺から。なんちゅう運が悪い。九番三四郎把握しました。はい、二番三四郎ね、白六か。えーっと。 ごめんなさい。5A1、2人同時にドン。えー、1が6。5はおクロスごえしたんだちゃんと。あー。俺は全然してもいいなぁとは思ってたから。えー、っと。8かまんやろ。黒、見つけたかったねー。ーやそうなくると。ご釣り。

新芽が5に感じるのであれば。俺はほぼほぼ1新だと思ってるけどね。俺もう5ずりって言ってたから5番さんが出ない意味って全くわかんないから。だから、釣り逃れだと思ってるから、5狼軸で置いたときに、やっぱ4黒って追えないなそうやってくると7三のどっちか。だから、しかも4の強もないか。4強人だったとしたら1白が出てるから、5黒がまるっきりわかるから、 その提案もしないか ?4 強もないかしまったなぁ。俺、強人占った可能性もあるのかなぁ。どうする ?8 番さん3、37。37だったら俺若干三かなと思ってんだけど。どう7番のプレイヤーは発言え、難しいな私4番ちょっと黒く見ちゃったらその位置で、私も5番いってもいいかなって思ってて、で、クロス提案からの、なんか、 誘導でしょ ?9 番でっていうのがなんかね、めっちゃ怪しく見えて4番に入れたんだよね。ああ、この場合ってどうなんだろうでも5番がね、強人だった時に、その8番とかって言わないと思うんで実際どこを噛んでるかわかんないけど、そしたらこの後クロス声できるから、だよね。だから5番にせいで見てて人狼で見てるんだけど、いやーなんかね、私4番から行きたいかなー。なんか最後の、 すごいからの中盤釣り、実際中盤白じゃんか。なんかね、いやめっちゃ怪しいと思っちゃったんだよね。小岩ってどうしたらいいのかな ?3、4、どっちかってことだよね、西白だから。私今日4から行きたいな。八番。プレイヤーがし,してください。うん、グレイ行くんやったら圧倒的に3かな、うん。俺は間違いなく5番はローで見てるから。 うん、5番が強人やったとき弱すぎる動きがね。うん、あの5番がまずしんかりやった場合、6番さんの位置絶対出るべき。で、最後の最後で出る意味がわからへん,、うん。5番の位置でね。あの位置で、えっ、ー、と、かりと出てこうへんでいいのって1番さんだけやから、うん。で、最後の最後で5番が出たっていうのは間違いなく釣り逃れ出てきた俺はローで見てる。で、7番さんって5番さんのことを釣り位置に上げてたから、7番さんのローって 75ロールは薄いと思う。で、7番さんって4番さんに入れてるんですよね。俺、4番さん限りなく、ローはないと思ってるから。うん。4番さんがローやったとき出ると思う。で、6番さん、えー、出ると思うし、4番さんがローやったときって、潜伏しても、6番さんの占い値って圧倒的に4番さんやから、普通に考えたときね。だから、4番さんのローは折ってないんですよ、僕は。うん。 だから、7番さんがあそこで4に入れれるのは村やからなんかなって素直に思ったけどね。うん。3番しか俺はおらへんと思ってる。単語ローロろ、狂人どっかって感じかな。5番さんが真りやったら、まあちょっと弱かったかなって素直に思うけど。うん。あんだけ発言伸びてなくて叩かれてて、で、最後の最後で仮りれしようはないと思ってる。間違いなく5番さんは偽やと思ってる。うん。で、なんで俺、俺、<laughs> 俺守りって言ったんかなって素直に思うんやけど。 <laughs> うん、それもちょ, <laughs> ちょっと人外として弱いかなと思うんやけどただもうあの時点でのもう最後の最後で借りる資はないと思ってる占い値にも入ってたしね5番さんって間違いなく5番さんが偽やと思ってるうん3か5うん俺は3に入れるかなまあそ村は勝手に決めてって感じ以上1番のプレイヤーは 発言してくいょっと待っていいですか皆さんあのゴーの人外ですよあの自分八番さん絶対に守れるんでもう6守っちゃったで守れません八番さんは100%自分守れるんで5番つってください普通に黒出ると思いますそうないと2人外見えませんはい5番が強であれだったらえって思いますそうした時に7番さん1周目殴ってすいません7番さんは1周目から5番さん殴ったから最初に殴ったのは7番さんじゃなかったっけなだから7番さんは えっと、自然的に白くなるのかなと思ってます。4番さんのさっきの発言、違和感しかないです。自分を今日と見ても分からず、占い師さんを守らないというあ占いとう占師を守らせるというあの発言は、俺4番今日なんじゃないかなって思うけどな、あの発言はいただけないかなと思ってます。はい。5、今日ではないと思います。ーただなぜ5番さんが8万りって言ったか、なそこは謎でした。 あそこは普通、5番人狼だったら6番守って言うんじゃねえかな。すげえ、それも違和感です。はい。だからで自分3番さんが黒いかったら別に黒いとは思ってません。ぶっちゃけそんなに。はい。5釣ってもらっていいですか。ほぼほぼ黒出ると思ってます。そしたら自分が芯確定すると思います。いやー、5釣ったところでなぁ。6噛まで、はい、自分絶対8番守ります。 番つってください,いや、8は。噛まれないって。3番いこうかな。3番。のプレイヤーは、発言してください。うーいや、確かに、えっと、47を白く見てるところが狼候補になったから、私が弱くなる立場7は分かってる。ただ、えっとね、4と7を精査したとえっとね、4番さん強人だと思ってるから、5番さんが狼だと思ってる。でも、5番さんが狼だったら、今日6番さん噛めないから。 だから、7番さんと5番さんがオカミなんじゃないのかなって思ってるんだけど。だから、7を落として、6は4が強人だと思ってるから、5がオカミだったら6噛めないから、6番私占えばいいんじゃないと思うけど、ダメなのかなって思うけどな。うーん、私がオカミで追われてる理由がわからないんだけど。7番って昨日言ってたこと真っ当だと思ったよ。 今日は4と7を比べたら7の方が狼かなと思ってるかな。4が狼で出てこないってさすがにないと思ってるし、4ってどちらかっていうと強靭ムーブだと思ってるから、8に強靭をなすりつけてたからね。だから4が強靭だから5が狼に見えてるけど、見えてるけれども、私目線は多分7が黒確定だから7釣りが接着なんだけど。5が狼だったら6噛めないから、6は私占えるよね。って思いますけど、7釣りでどうでしょう 7つります4番のプレイヤーは発言してくださいうん霊能者さんも3行こうとしてるけど俺は7行くかなえー、っと俺が昨日、うん、クロス声提案した理由なんだけど1が狂人目で見てたけど1号精査した時って5番3って占い師が5釣りで行こうって言った時点で5って占い位置に入るのよね だから5ってあそこでカリドなら出るはず。すぐ出なかったから1の方が新名あったから1 2 6五へを指示した。で、俺が狼だったら逆五へ指示させるよ。5 2 6五へさして1 2 8五へさせる。で、俺占われてると思ったけどね。9猛烈に釣りをしたから。まあ、実際俺占って 2, 2が白確定したのはいいと思うんだけど、 俺、なんで占いが確定したかっていうと、57人狼だからだと思うよ、うん。5が人狼で、7が白で、うん、3が人狼37だったら、3番3、あ、35だったら、うん、3が出ると思うわ。35人狼だったら。で、5って結構殴られてたよ、みんなから。だから3が占い出て5を囲うと思うから、 三五人狼はないと思って、俺五七人狼で追ってるから、今日七行こう。七つって、クロス声で絶対、あの、一、あの、六番さん噛まれないからね。絶対噛まれないから。えー、三四人狼ってないわ。さすがに三と四で、お互い人狼なら、占いに出てる。えっ、ー、と、五七人狼です、これ。えっ、ー、と、その理由って、平和になった理由が、もう序盤に狼がいたから。 えー、5七人路で5行ったところで6は噛まれて明日3四七のどれか釣りになるから今日7番さん行ってください。5番のプレイヤーは発言してください。ああ6番さん明日守れるの大丈夫ですよ。はい、えっ、ー、とねあの3釣りでしょ普通に今日。で4番さんね自分で言自分らで3四人路ないってく臭すぎる。臭すぎるそれが。 七釣りとか一番ありえへん。一番ない。それは飲めへん。今日は3。で、たぶん6番さん、4番さんだったら多分黒出ると思う。3でしょどう考えても。あごめん、スパーチャー来てた。じゃないあ昨キョノイちゃん、スパーチャーありがとう。七番さんの黒要素ってどこよ俺やったら。なんか消去法みたいな感じで、なんか七番さんがなんか黒いって言ってるけど、え、どこよ 七番さんの黒いとこっていやー六番さんには俺占って欲しかったなーと思ってるんやけどうーん3でしょどう考えても今日はあ<ー>違います五が三…三四人狼今日は3からでしょどう見ても今日もみんな3行くでしょじゃあ3でしょ 3ずりでお願いします。投票を始めてください。ああやだ。やっぱ俺の初日白くジンロかな二七。27? 4番のプレイヤーは発言してください。うーん、2番さん、これ、説得するしかないと思ってるかな。この平和村になった理由って、5と7が人狼だからだと思うよ。3番さんがオオカミなら出てると思うし、俺、一周目、3番さん疑ったけど、3が俺のこと、霊能で見てるなら、3が占い使用して、えー、仲間に書こうか、どっかに白を打った方がいいと思う。 で、5番3って結構みんなから初日に殴られてたから、5が人狼なら3、三五人狼なら三が占い師をして5に白を打った方がメリットがあるから3、5人狼ってラインがないんだよ。だから7、5人狼だと思ってる。うん、それ以外ないと思ってるかな。だから3が5、7追ってる視点俺と同じだから、俺3オオカミないと思うけどね。 で、俺が狼だったら8がもう、あの、霊能が3行こうって言ってるから俺も3に行くけどね。霊能はどこ行ったん ?5 行ったんか。5行ったところで多分6噛まれてあ、えっ、ー、と、473の精査で残るだけだよ。で、ここで347どれか行って、6絶対生き残れるから6噛まれたらもう破綻だからね。5が。 で、5が3言ってる。あ、5が放棄か。あ五5が放棄なら5、3もあるんかなん。3は、3は7言ってるんやろ ?7 は4。7は4、3は7。俺は7か。まあ、とりあえず3、4、7なら俺が一番白くない 一番最後で占いしようも霊能のしようもしてないから俺は7行った方がいいと思うよ5番のプレイヤーは発言してくださいはいあの東京投票放棄の理由はちょっとこれはメタって言われてちょっとごめんなさいあのすいませんでしたえっ、ー、と理由は言ったら多分5番メタやなって言われてちょっとやめておきますはい、えー、今日4釣ります4釣り4釣ります,りますはい えーとね、3なんで4番さんそんな3が白く見えるんですかなんで理由は何ですかなんでしかも3、4、7の中で一番あなたは黒いです、4番さんが。なぜ3番をそんなにかばう必要があるんですかで、えー、と昨日の盤面で、多分私が多分あの強じに見えたんでしょうね。で、弓ずりないでしょ、絶対。村って分かってるからやってるんですよね。 番番がっだて2周目の発言でさ3球の囲いとか追ってなかった9いって白結果が出た途端にああ3番は白か3番が3ずりはないな絶対ない絶対ないそれは3ずりやんそか3はいけへんのか ああ、じゃあ4からね、普通に。普通に4からです。で、明日3釣ります。はい。明日必ず3釣ります。はい。で、勝てます。はい。もう、これはもう僕はロックしてるんで、あの、変えられません。今日4行って、えー、明日3。ですね。3、4のローロ,ロにしか見えへんけど、4番3、3番3釣り、そこで変える必要ある 絶強じんに見えてきたんだけどやばいなやってることでねもう4番さんだと思うんだけどだって57だった時って私が6番新ぽいねとかって言ってひやむれするわけないじゃん絶対出るし絶対出るでなんかここになってで5番がね あもうめっちゃ偽っぽいんだけど、なんか7番じゃない、3番で、表記からの4番とかって言ってて、で、4番があ3号があるなって、もう普通に57で見えないのかな、その発言からね。投票放置してるからとかではなく、私4番だと思うんだけど、さっきもそうだし、最後の方の発言だから9番釣って次私釣ろうとしてるじゃん、私も白なんだよね。で、57でしょいやいやいや、しかも、 <laughs> 5番が狩りとかって言ってたけど、言わなかった私最初にもう5番ずり、5番が黒軸とかって言ってたのに、そこで五七っていうのが、本番だと思うんだけど、三番よりかはね、うまいってほしいな。投票を始めてくださいうん、これね、平和にしたからライン切ってんのよ。平和にしたからライン切ってる。二がなんで俺行こうとしてるんやろなぁ。 五番あ五5つるんか2強なんかな番のプレイヤーは発言してくださいああ僕つってもいいんですけど全然あの全然大丈夫ですはいうーんそうやな、まあ、まあまあまあそうやな ん <laughs> 結構複雑やったな。うーん、わからんな。うーん、なん,んー何とも言えないですね。なんとも言えない。んさあ、これは、これ僕目線は難しいんですよね。 168か、168、もういったとこで、明日どこ行くんや。わからんなー。うん、まあ、やることはやったと思います。2が今日やろうな、これ。あ。 ってきたああこれちょっとあれかちょっとおかしくなったかなんか接続切れになってんな あじゃあこれはちょっとあれめっちゃ入っちゃうけど3番かないつからいなかったっけあっ5番黒ああティカチクの忘れてた <laughs> 5番人狼ってかそうだよねこの時点で9番白だから PP がない時点で一番の強靭ってないんだよね <laughs> あーちょっと4番めっちゃ黒かと思ってたちょっとあれだね3番いけます8番 プレイヤーは発言してください7番釣りしかないかな。7番さん行きましょう。サ番さんは知らないんじゃない昨日と変わってるけど俺。やっぱ7番さんの4ずりは昨日の4ずりはないよ。もうもうだって6番さんが4番さん占ってない時点でも4番さんのローを追うなってもうナンセンスよ。そこで7番さんが4番さん入れてるのがおかしいと思ってる。4番さんがローやったと4番さんがローやったかマジで弱いから。 6番さんっていうのは普通は4占わないとダメ。うん。そこで盤面詰めていくべきやから、うん。4番さんのローは俺は捨ててる。だから普通に7か3。で、7番さんがあそこで4入れてるのは違うと思ってる。7番視点はどう考えても3番さんがローに見えるんちゃうかなって思ってるから。よくよく考えたら7番さんって初日から6番さんにするよって、5番さんにライ,ン切り4ライン切りなような発言してるから、普通に75ローローなんかなって思ってるけど、で、2番さんが強人。 うんうん、普通に強人ムーブしてんのかなって思っただ、ね、ただ7番さんが7番さんつって終わらんかった時は234は強靭使用してほしい、うん、って感じかな俺は7番から行く、うん、5番なんて昨日偽やったからあそこで5番いかん意味はないかなと思って俺は5番さん行ったかな3番さんでちょっと俺迷っちゃったから、うん、よ,くよく考えたら7番さんで5番さんとのラインあるんですよ うん普通に7番さんなんじゃないかな7番から行きたいけどね俺はうん普通は4番さん占われるからねだからあそこで4番さんが出てこうへんっていうのは強人しかないと思ってる俺は、うん、だから4番のローっていうのは追ってないかな7からいく7からいく1番のプレイヤーは 発言してください分かんないけど 7? 盤面的にナーバーさん自分で言ってたからちょっとそこは怪しいけどもナーバーさんって初日から4番いってんだよ俺それび見てびっくりしたよねさっき縄張さんって普通にかけたら超黒くなるんだよだって縄張さん34白いって言っといて4番入れてるんだよ1日目それってクソ黒く見えない でもそれが一貫してるんだよ。人狼そんなことするかしかも7番の1だよ、1。後半1で人狼がえっと潜伏するっていうパターンはあるけど、前半1、5が人狼も確定して、7番が、そこで占い出ない。俺、それの方が弱いと思うんだけどな。4番さんが、いや、4番さん皆さん、白置きするってことじゃあ、今日7つって終わんなかったら、 明日、3番するってことまあ、そしたら、ま、あ狂人いたらもう終わっちゃうんかん終わんねえかん終わるか ?7 かな俺3、4で俺精査しますよ。3、4で。でも3番に関しては、うーんと、わかんねえ。本当にわかんねえ。2番は狂人ムーブをしてるだけのように思うんだけどな。ああいうことしないでほしかったな。 普通に2番強靭なった場合に、まじワンチャンコーナーロールはあると思ってるけど、34の発言からして。2番強っぽくは全くなかったと思うんだよな。あって人狼かなと思ってて、6番が2番裏ってうから、別にそれで白だから強靭置きはしません。俺、やっぱり4番さんのせいがおかしいと思うんだけどな。だから4番さん強靭にじちゃうんだけどな。違えんかな。俺が強靭なら出ないと弱いよ。多分。2番のプレイヤーは。 4狂人3オカミかなって思って3に行こうと思ってますいや4番さんの誘導になんかまんまと引っかかってるような感じがするんだよなで4番さん目線だとなんかどこが黒いかってもう分かってるから分かった上で誘導してるように聞こえてくるなうーんでそうだよね55黒なんでしょで最初の初日の動きだと 5が出てきて、9に流した3が黒だって踏んだんかなっていうふうに感じてる。まあ、4教授だと本当わかんないけどね。うん。わかんないけどなんかそんな気がする。これは勘ですね、勘。3行こうと思ってます。3、4の発言聞いた上で。3番のプレイヤーは、 私の発言のどこがおかしいのかを答えてほしいんだけど5番さんがオオカミだと思ってた絵で4番さんは狂人だと思ってるから私の釣り地って7番さんしかないんですよ57オオカミだった場合7番さん釣って5番さんがオオカミだった場合ラストウルーフになるから6に紙が絶対入らなくなるからねわかるかなだから7番釣りしか昨日なかったと思いますけどねだから7番さんは逆目線で4番さんを釣ろうとしてるんだけど 私と戦うのはめんどくさかったんじゃないのかなと思ってるんだけどな。で、4番さんは狂人だと思ってるよ。多分4番さんは私のこと狼だと思ってるんじゃないかな。で、て私は思ってる。4番さんが8番さんへの強塗りが4番さんが狂人っぽく見えてる。かなで、ありえないと思うけどね、考察的に。4番さんが狼だっていう考察がね。だから1、2番さんは4番さん釣りたいんだったら、 狂人だと思って釣りに行って欲しいかな。4の狼ってあるか私6番さんの位置で占いで座ってたら、4番さん多少狂人名に見えても4番占うけどね。4に縄が届かなくなるから。だから4の位置で狼で座ってたら100、100%占い使用するんだよね、私。もしくは戦うのが嫌だったら霊の使用する。誰も出てなかったからね。霊の使用した場合ってグレーに釣り縄が入る可能性が高いから、 4が狼でも逃げれると思うから4が狼だったらやっぱ霊能使用は静着かなと思ってるだからどちらかっていうと占いが欲しかった狂人に見えてるかな他に狂人っぽいところがいないっていうのも理論だけどだから7番の4釣りたいっていう理論がおかしいんだよ7番が初日5釣れたら7が白くなるからそれしかないと思うけどね7番さん投票で終わると思います4番のプレイヤーは 発言してください、はいはえー、とまず平和村になった理由ってもう切ることをあの相談してたんじゃないだから平和村になったと思ってる。で俺3番さんが人狼だったら5ってみんなから釣りをされてまず7番さんが5釣りをし8は押したかちょっと覚えてないけど確か1も2も押してたような気がするだったら3五人狼だったら3が占いに出て5を白打った方が。 メリットがあるとも、5は釣られなかったと思ってる。あと、俺が狼だったら、占いか霊能に出てるね。霊能だったとし、あの、霊能に出たとする俺が狼で。で、1、2人形になったら初日霊能から行こうっていう筋書きはまずないから、俺が狼だったら霊能か狼になった方がメリットがいいよ。で、やっぱり5、7人道でしか見えないかな。俺初日9釣りをしたのって、7番が、 あの、5を怪しんだ視点と、うん、すごく白かったんだよね。だからその白い8が7つ利用したのが8が狂人目で見えた。で、1が7、怪しんだ面も1狂人目で見えたんだよ。で、俺の白要素ってやっぱり1二6五へ刺したとこ。5を2戦目で見て54人狼であれば逆を言うはずよ。 えっと、1に8号へ刺して、5に6号へ刺せるはず、54人狼なら。で、俺が狼なら5釣られそうで、五に占い出て5に白を打った方が絶対メリットがある。3も同様ね。で、強靭値なんだけど、俺2だと思ってるかな。俺4、437だと俺が一番白いと思ってるから、その一番白い4に入れた2が今日だと思ってる。今日は霊能が言ってる7に合わせよう。 投票を始めてください七番のプレイヤー選ばれましたまじかサンかー <laughs> やられた。 7番のプレイヤーは57じゃないけどでも超人しようがないってことは9番で落ちてんだねいやもう4番のミスりがやばいんだけど1日目も2日目も2日目,2日目は5になったけど<え>57だったら出るってあー2が今日やろ0万死んだねとかってすり寄らないしあーでも落ちて 超人種をないから落ちてるから、いや、マジで3、4のそこのライン、やばくないこれ、どっちかローでどっちかチでしょとかって思ってたんだけど、やばくない、あ<ー>後半だったら出るってないじゃ来ましたん閉じがくだやろ。 うん3か3オ三カミらね5に書こうと思ったけどな9強かあ8生きてるよね8死ぬか8死ぬんか1が死ぬんか が4かいや強人うじしようしないよ俺れ<は>をんだのは1一神かみか 2>, 2番のプレイヤーは発言してください いや昨日投票4にしとけばよかったら7はないと思ったんだよ34どっちかが強陣でどっちかが人狼だと思ってるうーん3かな34だと4の方が強陣っぽいと思ってるから3に行くまあ39、まあ、で強靱落ちてんだったらお互い発言頑張ってねってとこだけどどっちかに強靱するんだったらどうせ8つり用して終わるんでしょ ええー、狼っぽいの3だと思うんだよな。だどっちも、初日5、り1から外してんだよね。3番も、なんか2、9ラインがあるって言って、9に行くみたいなこと言って、4もこうやってた時に、9って言ってるから、どっちが狼かわかんないけど、3の方が狼っぽいと思ってます。3番 もう若干戦うのがめんどくさくなったんで、オオカミですね。多分ん4番さんが強人だと思ってるから、8番さん投票でお願いします。2位はないかなと思った。あって4かなって、7級に強人要素って感じなかったんだよね。だから4強人決め打ちだったんだよ5番さんには7番さん投票してほしかったけど、あの日ね。そうすればもうちょっと楽かなと思ったんだけども、 まあ8番ささん投票しします4番のプレイヤーは発言してくださいうーん俺、申し訳ない。今日じゃないのよ。俺、今日だったら占い出てるよ。ご主人、出てないから。お2番さん、強人じゃないのね。俺、2番が俺投票、めっちゃ強かと思った。あと、7番さん、ごめん。あの、感想戦で、猛烈に謝るわ。 あー俺、やっぱ9って怪しかったよね。釣り位置はなくて。だから俺ね、3番さん正直初日怪しんでたんだけど、6番さんがなんか3は白いでしょって、理由つけて言ったのがやっぱ3誘導されて白く見えちゃったんだよね。で、3が狼なら占い使用して5にしろ打った方がメリットがあると思ったから、3五人狼はちょっと追えなかった。 それなら57人狼だと思ってたから、ちょっと。7番さんには本当申し訳ないわ。うん、けどしっかり初日狂人釣りをしているから、許してね。今日、3番さん行きます。2、強じゃないよね。ちょっと俺投票が今日っぽいんだけどね。まあ、狂人じゃないことを信じて、3行きます。8番。 のプレイヤーは発言してください,ださい7番さんごめんなさい。すいませんでした。いやー、正直もう2番さん今日で終わるんかなと思ったけど、2番さん今日じゃないよね。そんな意地悪せえへんよね。9番さんが今日よね。うんいや、だいもね、正直7番さんの4投票はでもないと思うけどな。 普通に4番さんが強人やった時も出るし、4番さんが人道やった時も出ると思うよ。人害やったら4番さんってめちゃくちゃ弱いムーブしてるからね。あって4番さんの強なんですよ。6番さんの占い地に入れるから。だから4番さんの人道っていうのはマーチで薄いと思ったから、3番さんが、あって4番さんは強やってたから、あ、普通に7番さんがローで終わるわと思って7番さん入れちゃった。 3番さんが6やったんやね。うん。うんだろ4の陣外を追うのがちょっと弱,かっ弱いと思ったよね、どうしてもうん。ないと思ったからさ、4番さんが陣外やったらね。まあ、強陣はワンチャンあるとは思ったけど、って感じかな。まあ、7番さん、ごめんなさい。2番さんが今日じゃないことを祈ります。投票を始めてください。ありえん ほらじゃないべーうーん2あーけど2は視点同じだったかな7白く見る視点が35で切り合ってたかん5うまいねあーよかったえ七7今日あははは7が今日 七が今日か新造作のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。